長尾隆っていう議員知ってますか？あ、知ってます。長尾先生はですね、自民党の衆議院議員なんですけれども、コロナの時に去年消費税の減税法案を出そうって言ってた人ですよね。だけどやっぱり口先だけで終わってしまったっていう。大体そうですよ。やっぱり減税って口先だけ言ったとしても、国会に法案を提出しなかったら意味ないですからね。騙されてるんですよ、僕たちは、有権者は。日本維新の会から減税法案出ましたね。 8% ってと思いましたが、自民党は増税する政党、減税する意思は全くない。そして立憲民主党も減税する意思は全くない。じゃあ国会で何が大切かっていうと、やっぱり法案を出すことなんですよ。だから僕は次の衆議院選で日本維新の会か、もしくは NHK から国民を守る党に僕は投票すると思います。国会議員の仕事は立法ですからね。立法、法案を作ることですからね。尖閣諸島中国に取られちゃいましたね。え、マジで？これ何？陰謀論？幸福実現党って保守政党ですか？幸福実現党は保守政党です。僕は結構幸福実現党さんの規制緩和とか減税、そして国防強化っていうのはすごく賛同してます。ただね、ただやっぱり言い方は選ばずに言うと、あそこの支持母体は宗教ですよね。宗教なんですよ。で、今回大統領選挙で幸福の科学の方が陰謀論を流してましたよね。トランプ大統領は不正選挙によって負けたと、でバイデンは不正選挙で勝ったと。で、そういうのはやっぱり怖いなって思いますよ。まあ、宗教の目的ってもちろんいろんな考え方、イデオロギーを皆さんに伝えるっていうのが、まあ、宗教の目的なんでしょうけど、やっぱり組織の観点から考えると信者を広げていかなきゃなんないですね。で、信者を広げる場合にそういう類の陰謀論っていうのは利用しやすいんですよ。陰謀論を流すことによって信者を獲得できるんですよ。だから幸福の科学さんは、僕はね、今回の大統領選挙でやっぱりそういうやり方で信者を獲得してるのかなとは僕は思いました。ただね、幸福実現党さんの政策、規制緩和と減税、そして国防強化っていうのは賛同してました。はい。公明党って宗教だなんだといろいろ言われていますが、党としてどう思いますか？僕はすごく評価しております。なぜかというと、公明党というのは近代政党だからです。自民党と立憲民主党と国民民主党とかっていうのは近代政党じゃないんですね。一方で公明党、そして共産党ね、これらは近代政党なんですね。だから日本には近代政党がまず必要なんですよ。じゃあなんで公明党が近代政党かっていうと、近代政党の定義っていうのは選挙を議員がやらないことなんですよ。じゃあなんで近代政党がいいかっていうとね、今自民党って国会議員になっても毎週地元に帰っていろんなところに挨拶しに行ってるんですよ。選挙を自分たちでやっちゃってるの、議員が。で、議員の仕事って選挙をすることじゃないでしょって。議員の仕事っていうのは立法活動でしょ、国会の活動でしょ。で、一方で公明党とかね、共産党っていうのは固まった塊が選挙活動してるんで、質が高いって言われてますよね。特に公明党さんなんか。